年なでですすくだらないものの工房のです今回はね、トギャッターからなんですが、人間40歳になると急にガタが来るよと、<う>メーカーの保証期限が切れた感じというね、つぶやきを言みたが本当だなと、<laughs> 修理に出しても治らないと。 治らないですね。治らないし、もう、その機種作ってないから、部品がないので、今あるやつをだましだまし使ってくださいと言われると。<laughs> ほんとその感じしますね。これね、まあちょっと他にもね、以前子供を作った知人が、うん、急に肩の荷が降りたよと、誰かに耳元で君は役割を果たしたと言われた感じっていうことで、<laughs> そんな精神とか体的にガタが来るとそう思うんかな全部子供にこう<ー>吸い取られてるというか。<laughs> そこまでかね <laughs> まだ40じゃないだろうけどねこの感覚ってねでまあこの方は「うん、君はもう時間切れだと死のうが生きようが勝手にしろ」と言われた感じがすると <laughs> そこまで言われた感じになるのか まあこの方はおそらく独身なんだろうね。この感じでもう時間切れとあまあまあそうですね。死のうが生きようが勝手に死ろって言われたらむしろ気分がホッとするような気もすんだけどな。まあ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 。これが悪い方に作用すると無敵の人になっちゃうんだけどね。うん,うん。なんだろうね。ちょっと卑屈すぎやしませんかっていう気はしますけどね。<laughs> ここまで言っちゃうとね、卑屈な感じはするけれど、うん、これね、まあ、この反応があるんですけれど、うん 肩と腰と目と胃が最初に反乱を起こし始めますと、まあ、この辺からやっぱり中年を感じるわけだねはい、はい、うん匠君はどう肩と腰と目と胃っていうことだああまあ胃は弱い、まあ、胃はねお,お互い多分あのあれや同じ病気やってるんで、ね、胆のを取っちゃってるから油もんがちょっと苦手にはなったよねなってるってのとあとはどうでしたっけ腰か腰 腰っつうかもう背中ですよね。<laughs> ぎっくり腰とかやったことあんのぎっくりはね、今んところないですね。腰はないんですけど、首しょっちゅうやるんですよ。ぎっくり首だよね。うん。あのまぁ、あ、寝違いに近いんですけど、変に力入れちゃって、クキって言って、あ、行って、って動かなくなるやつ。あとは目だけど、たくみくんはまだ老眼は来てない老眼は、老眼ではないと思いたいんですけど、 プラも作ってると手元が見えない時ありますね <laughs>。今やってる作業に関しては、老眼が響くよね。響きますね。あの、細かいとこ塗るときが <laughs> あれこれ、今俺、刃先どっちだみたいな、ちょっとブレることありますね。<laughs> いやー、これやっぱりね、老眼はどうしても来るもんだから、今のうちにね、その、期待とくというか、あの、訓練とかした方がいいかもしんないね。ね、もう、なるべく、 手元のあのああれは買いましたもんちょっといいルーペみたいな。<laughs> 好きルーペ的なやつ <laughs> <laughs> そうあのー、手元やる時用のやつは。これはね努力じゃどうにもなんないっていうことなんですけれどこのね今までできていたことができなくなる現象ね。うん、うん これがだだからそのやっぱり精神にも来るんだねこれまあカーベル君も言ってたけれど今までできてたことができなくなるって結構そのうつになるこのトリガーになるというのかなそれありますねっていうのはすごくあるみたいなんでまあ俺もまあ本当にまに老眼がひどくなって。 ってきてそのもう裸眼で漫画が読めないとかさあそんなレベル今まで楽しめたことが楽しめなくなるっていうのはやっぱ辛いは辛いよねそうっすねそれはちょっとねしんどいですよね体にガタが出てきた時どういうふうに生活していくっていうのかなのこれはね仕事もそうだけど56年前は <laughs> ガタ来てもいいようにちゃんとジム行ってたんですよあそうかそうか うん、でそれ行かなくなっちゃってからやっぱりガタがこうぐっときてるんでマジかもう回運動し直すかね <laughs>、まあ、もうよここまで来るとリハビリですよねリハビリだね <laughs> あだからお年寄りが本当夜とかウォーキングしてるのあれ運動じゃなくてリハビリなんだねリハビリ、ね、リ,ハビリ,リハビリでもいいからやらないよりはやったほうがいいですからね俺もちょうどさ昨日あのまあ毎月医者行ってるんだけどさ1日なんでこう行ってきたんだけれど尿酸値は下がった ってきたんだけれど、うん、コレステロールとやっぱ中性脂肪がま <laughs> なかなか下がんないのよ <laughs> そうですね、もうね、おなかまりついちゃいますからね、おなかまわり、あとやっぱね、高血圧、ちょっと血圧今回測ったら高くて、<ー>塩分控えめにしてくださいねと、はいはい、あとやっぱ運動不足ですよねって言われちゃって、結局そこなのかなっていう、うんうん、なんかね、若いうちは運動しなくても、そこまで体に肩はこなかったんだけれど。 本当にあの俺どっちかというと関節の型がやばいですから、ね、膝とかあんまりそのあれでしょあの走ったりとかちょっと体に負荷の強いスポーツはやめた方がいいんだよねそうですねだから俺はもう膝とりあえず昔から弱いんであ,<ー>あのウォーキングとランニングはまだまだできないんですよなんで自転車は結構乗るようにしてますね自転車はそうかあのかかとへのあのショックが少ないから意外と膝にはいいんはいいんだよねの方がまだっていうのがありますねあとはまあちょっとね 40っていう話とはまた違うんだけれど、うん。マリアツ君つくんとの方の番組で、あの、うちの親父が最近パチンコ行かなくなって、おうおうあの、どうしたんだろうみたいな話をしてたら、膝の調子がちょっと悪くて、あの、レントゲン取ったら、やっぱり年取ってきたんで、うん、軟骨がなんか削れてきて曲がんなくなってくるっていうんだよね。はい,はいはいはい。で、そこでね、ちょっとコメントいただいたんだけれど、うん、膝が悪くなって、外出なくなって、例えば今まで好きだったパチンコとか、ダンスとかしなくなると、急激 にに認知症になるることがあるんで注意してててくださいねって言われてすごいハッとして年取ると体を動かかなないいと今度脳に来ちゃううっていうのかなそうですねかといってそれでおいちょっとパチンコ行ってこいっていうわけにはいかないですからねいやもう俺だから最近言ってんの逆に行ってこいって思って認知症になるよりはまだあのお金を使ってギャンブルにお金を使っていただいた方がありがたいねっていうで、まあ、話聞いたらなんで行かなくなったのっつったら単純に負け込んだんだって5月ぐらいにいっぱい <laughs> いやもうさ、まあ、年金だから2ヶ月にいっぺんお金下りてくるんだからもうそん時に行ってきなっつって正直俺も家にいられると結構ストレス溜まるから <laughs> 行ってくんねえかなっていうなんかねそのあんなに元気だった親父もその軟骨が減って膝が曲がんないっていうのを言い出すとやっぱ年齢には勝てないんだなと思ってねねそうねこればっかりはね。 やっぱり、リハビリ大事ですって。まあ、軟骨なんかそうなんだろうけど、どうしてもすれ減ってっちゃうもんじゃないうん,うんうん。体の部品の中にその、有限のパーツがあるんだなって、なかなか普段意識しないじゃん。あまあ、そうですね。これ、内臓もそうだけどさ、ほら、肝臓とかもさ、 えっと、あの、アルコールの量って、一生のうちに飲める量が決まってるってよく言うじゃん。まあ、人それぞれですけどね。個人差はあるけれど。うん,うん。少しのお酒って体にいいっていうのは、あれも嘘だっていうのが最近よく言われてて。言ってましたね。少なければ少ないほどいいっていう。うん。あんまり普段それを考えずにやっぱ生活してるよね、その。まあ、そうですね。そこまでは考えないわな。俺はなんかこの、目がやっぱね、ショックで急に来たから。はい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 。<laughs> 俺一時期やっぱり、 あの、事故でやった時が腕を折ったことあるんで。はい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 。あれの時のショックはでかかったですね。まあ、事故っていうのはやっぱ急に来るもんだからね、うん。で、普段使えてたもんが一切使えなくなるじゃないですか。その時のこの失望感というか。これはね、俺ら胆石やってるけど、それも全く生きてる間でさ、自分が胆石になるとか、まさかその胆能を摘出すると思ってなかったもんね。うん,うん。 でまあ胆のだからさ、その取った影響は、まあ、軽く済んでるけれど、ね、これ、他の臓器だったら大変だよ、腎臓とか。そうなのよ俺、腎臓も一回やってるからさ、その出血であの血尿がしばらく出て、大変な目にあってるから、ただね、腎臓2個あるから、まあ、片方取ってもまあ大丈夫とはいえ、とはいえ、ちょっと怖いですからね。相当重要な臓器だからねうん 透析ね、なったりするもんね。あの、腎不全になったりするとね。うん。これはね、腎不全っていうのは猫にすごく多い病気なんだけれど。ああ、猫ね。まあ大体の猫がそれで亡くなっちゃったりとか。半分ぐらいそうだね。うん。うちの、まあみーちゃんも、まあね、あの、4年前に亡くなったけど、まあ最後は腎不全で亡くなってるから。<laughs> うん。この起源がある臓器ね。うん これはちょっとこう、大切にしていかねえと、これはまあ、その猫の時も言われたんだけれど、悪くなった腎臓っていうのは絶対もう元に戻んないんだって、あとは、その残された機能をいかにあの引き伸ばしていくかだけだから、うん、腎臓がもし悪いっていうことが発覚したら、その腎臓に優しい食べ物とかをあの食塩にふえるとかしていかないと、その寿命を伸ばすことができないっていうふうに、まあ、猫の場合は言われたから、うんうん、これだから人間もそうだと思うんだよな、きっと。 そうですね肝臓の機能が落ちてるとか腎臓の機能が落ちてるっつったらアルコールとか塩分は絶対控えめにしなきゃダメなんだと思うんだよねうん、うん、だそこをだからまあなだましだましこう伸ばして使っていかないといけないんですよあるパーツを体とその心のあれが追いついていかないんだよね結局気持ちがまだ若いままだと無茶しちゃうわけじゃん体にそうそうそうで負担がかかっちゃうす、ね、負担かかって寿命を縮めちゃうっていうね、うん、そんなだからあの これからの時期、体育祭とかで結構やらかすお父さんいるじゃないですか。ちょっと張り切っちゃって、辻伸ばしちゃうとか。<laughs> はいはいはい。よく聞くよね <laughs>、うん。あれほんと気をつけた方がいいですからね。急に運動やるとそうなっちゃうんだよね。うん、こんな話をするのほんともう切ないよね。まあね、こういう話になってくんです、どん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 あれですよ、あの、病院の待合室みたいな番組になりますから、これも。<laughs> <laughs> 本当そうだな <laughs>。今度はあっち代わり、こっち代わりって話で盛り上がって。最近、膝が痛くてね、みたいな話になるから。若い時はそういうね、お年寄りのそういう話を、心の中でなんだかなと思ってたけど、自分もいつかあそこに行くんだなっていうのがね、つくづく感じるというか。ね、だかそこに行ったとき困らないようなネタは今のうちから用意しときましょう。そうだね。そのまあ、心の準備は必要だよね。うん、その時は中年なウじゃなくて、もう老人なウか老人なウですわ。 <laughs> <laughs> 不健康なうだわもう。うん、不健康なうだ。あとはまあそのね、さっき匠くんが言ってたように、まあジム行ったりとかっていうことで、ちょっと。 でもこの健康寿命を延ばすための努力も必要なのかとって健康寿命を延ばす努力はマジでやったほうがいいですよ油を刺したりしなきゃダメなわけだよ、ね、そうそうそう,そう、うん、パーツパーツはもうボロでもねちゃんとメンテナンスすればなんとか伸ばして使えることもあると思うんでバイクだって自転車だってねたまには動かさないとダメだもんねそう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 あれバイクだって乗ってないとバクテリー上がっちゃうでしょずっとホテルの、ねうん、バスで自転車もダメだし徐々に錆びてきちゃって動かなくなっちゃうんで人間もそれと一緒のわけだなうん分かってはいるんで <け>どね <laughs> ね、分かっちゃいるんですよ。分かっちゃいるんですけど、ちょっとめんどくせえが、えー、先行しております。ガタが来るのはもう確実にね、分かってることなんです、そのメンテナンスっていう方にね、 あの、うん、考えていかないとっていうの。あとは、まあ、このね、部品部品のこの保証期限がね、あるんだっていう内蔵の保証期限は本当にマジでみんな、あの、一回考えた方がいいというか。そう、いきなり来るからね、あれね。少なくても俺らはもう、堪能の保証期限切れても、バイバイしちゃってるから。もう、これ捨てちゃいますね、つって、知られちゃってるんで。<laughs> 石が溜まるようになったんで、切っちゃいますね、っていうね。うん <laughs> やっちゃってるのでね。<laughs> 皆さんお気をつけて。ね。ガンとかなんか発覚したりすると、じゃあ胃を取っちゃいましょうとか、いろいろほんとね、出てくるからね。こっからはもう取って捨てるしかないですからね。なんかやらかすと。大腸にガンが見つかったらマジで大腸切っちゃったりとかっていう年齢になってきてるからね。うん。っていうことでもうほんと体のメンテナンスはしっかりやっておきましょうと。やっておきましょう。いうお話でございました。 くだらないもの工房の匠です。卓上セーブポイントやボードゲームなどいろいろ取り揃えておりますくだらないもの工房のネットショップございますのでくだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。